元次郎様、あなたからの手紙、ここのところまた途絶えがちだけど、元気にしているのですか？私は今日も手紙をただじっと待っています。蓮井明彦、これが私の父の名前。リリカが会いたければ会うことができるところにはいるみたい。でもね、お父さんには新しい家庭もあれば新しい子供たちもいるのよ。だから気楽にさ、会えばいいんだよ。会えないと信じていた父に会ってきました。あの何か感動も喜びも起きなかった。ただ許せないという憎しみだけがそこにあった。私は誰にも愛される資格はないし、愛す気もない。置き去りにされる悲しみ、捨てられたものだけに残り続ける憎しみ。捨てないでよ。何にもしてるな。私は青空が憎い。愛をください。カズちゃんは今日もお休みです。どうして？なんだろうね。今度聞いとくね。カズちゃんのお母さんから朝園長に連絡があってね、しばらく福岡の実家に戻ってるんだって。家族で？カズちゃんとお母さんだけみたい。お父さんは仕事があるんじゃないかな。何があったのかね。ご主人と喧嘩でもしたのかな。妻も子も捨てるつもりだ。捨てないで。捨てないでよ。どうしたの？別に。先生。あ、福ちゃん起きた？よし、おいで。行こう。遠野先生、ちょっと園長室まで来てもらえる？ああ、はい。すぐに戻しますから、少しの間一人で見ていてね。はい。ということで、カズちゃんのお母さんから連絡がありました。知りません。身覚えがありません。じゃあなぜ木場さんはリリカって寝言で叫んだんでしょうね。知りません。静江さんが朝問い詰めると怖い顔してうるさいと怒鳴られたそうです。それから喧嘩になって暴力まで振るわれた。それで静江さんたちは実家に戻らなきゃならなくなったんですよ。わかりません。身に覚えがありません。わかりました。今日はここまでにしておきます。しかしいろいろ調べて、やはりあなたの行動に問題があった場合は、今度こそ
何の情けもかけずに即刻保育園を辞めてもらいますからね。社会への、そして自分という存在への復讐の真っ最中かな。復讐？すげえ復讐なんだ。今日ここであなたを待ち伏せしたのはね、この作戦に加わってほしいからなの。そいつピョンタって言うんだ。かわいいだろ。うん。じゃあ俺たちの復讐大作戦に乾杯と行こう。ちょっと待って、どんな内容か聞かないと乾杯はできないわよ。主婦になることにしたの。え？主婦。結婚するってこと？そうよ。ちょっと待って、それのどこが社会に対する復讐なの？まさかどこかの幸福な家庭を壊して？違う、母親になったのよ。ほんと？誰の？お客さん、常連の。でもね、結婚相手はタミオなんだ。タミオ？イサはある客と恋愛関係を持った。しかしその男はリサが妊娠したと知ると金だけ渡して逃げた。よくある話だ。お腹の子供はね、5ヶ月を過ぎてて下ろせなかった。孤児として生まれた自分が母親になるっていうものがどういうものか分かる。自分と同じ運命だけは送らせたくない。私マジで苦しんだ。この子と一緒に死のうかとも考えた。復讐心を持ちすぎた罰なんだなとも思った。絶対社会に復讐してみせる。一緒に復讐をしよう。誰にも打ち明けられずにいたんだけどさ、この間タミオに打ち明けたの。そしたらその次の日結婚しようって。タミオ。安心しろ、ちゃんと考えた上でのことだ。そっか、そうなんだ。復讐って言うから。親のいなかった俺たちがさ、親になって子供を立派に育てることが俺たちを侮辱した社会への復讐になる。不安だよ、ものすごい不安。どうなるか分からないけど、今はタミオと自分を信じてみようって思ってる。だからお前が証人だ。今日は俺たちの結婚式。じゃあ生まれてくる子に乾杯。
景、当のリリカ様、お元気ですか。手紙が遅くなって大変申し訳なく思っています。ちょっと体調を崩して会社も休んでいました。お父様の件ですが、僕なりにいろいろ考えてみた結果、会われない方がいいんじゃないかと思います。復讐心に翻弄されている今のあなたではいい再会は難しいかと思います。もう少し時間が必要でしょう。人間としてあなたが成長したとき、未来が見えてくるのだと思います。いずれにせよ焦らず、あなたが全てを許せるという時期が来るまで慎重に行動してください。会わない方がいいだなんて遅すぎる。もう会ってしまったのよ。自分の成長なんか待てない。未来なんか信じられない。返事をすぐにくれない元のことも。聞いてくれないか、リリカ。妻は加藤を連れて実家に帰ったんだよ。どうしてあんなことをしたんですか。暴力を振るったんですってね。俺が寝言で君の名を何度も呼んでたらしい。それで喧嘩になって、ついどうしたんですか。なんで冷静になれないんですか。暴走したって何にもいい結果なんか。分かってるよ、分かってるけどさ、好きで好きで仕方がないんだ。どうしようもないだろう。落ち着いてください、お願いだから。リリカ言ったよな、前に欲しいものは何かって聞いた時にさ、君は奥さんやカズちゃんに負けないくらい私のことを幸せにしてって。でもこの前捨てないでとも言ったでしょ。幸せってさ、あちこちないんだよ。どっちかいつかは消えなければならないものなんだ。俺は決意した。お前を取るって決めたんだ。どうして。仕事も辞めるつもりだ。一緒にどこか違う土地に行って新しい人生をスタートさせよう。だからどうして。あんなに綺麗な奥さんがいるじゃない。カズちゃんはどうするつもり。刺激のない安定した幸福に飽きた。いい夫や優しい父親を演じるのもうんざりだ。家族の食べ残しを整理するのが俺の幸せじゃない。これから一生ずっとこのエンドレスの幸福に浸って生きていくのは耐えられない。人生は長いんだ。やり直しがしたい。何言ってるの。幸福に飽きただなんて。お前が俺から離れようとすればするほど俺はお前に惹かれていく。リリカ、お前には不思議な生命力がある。ここではないどこかへと俺を連れ出してくれるものすごいエネルギーがある。それは何かは分からないが、俺はお前に惹かれていく。そして俺はお前を幸せにできる。できない。できる。幸せが欲しいんだろ。俺がお前を誰よりも幸せにしてみせるから。
幸せにしてみせる。ああ。都合のいい幸せですね。ドライブに行こう。そしてこれからのことを話し合おう。触るな。私の復讐、これが私の望んでいたことなの？復讐心こそ一番醜い心だよ。突然訪ねてきて。今大丈夫ですか？大丈夫。すぐ開ける。どうした？まあとにかく長い。戦っているんだな、君の中の天使と悪魔が。やっと分かったよ、君に惹かれるわけが。どうしてこんなに君のことが気になるのかずっと考えてたんだ。それは、うん、それはつまり君の心の中に天使と悪魔が同居してるからさ。正反対の心を持つがゆえに揺れる君がいて、その姿を見て物書きとしての私は興味に駆られ、君を想像したいと思っていく。でも私は君に今すぐ愛されるとは思ってはいない。年齢や立場の違いのせいではなく、それは心の問題だ。君には欠落したものがある。あらかじめ持って生まれることのなかった感情というべきかな。欠けた月のようにその部分だけがぽっかりと失われてしまってるんだ。それは何？うん、うまくは言えないけれど、人を愛する、人を信じるという気持ちだよ。園児たちの前で君が見せるあの無垢な顔だけどね、あれは園児たちがまだ大人の醜い顔を持っていないから、君が見せることのできる天使の部分であって、逆に私に抱かれてる時の君は猜疑心の塊になる。大人の心を持った人間を君は全て疑ってると言ってもいい。悪魔の部分。リリカ、焦らずにゆっくりと生きるんだ。いつか悪魔と天使が和解する時が来る。
おい、また悲しいことでもあったのか。どうしてわかるの。一人で歌いたいときはいつもそうだもんな。じゃあほっといて。分かった。でもあの人はどうする。よかった、やっと会えた。もうここで歌わないかと思ったよ。どうも、こんばんは。これから。ええ、そのつもりですけど。聞いててもいいかな。路上はみんなのものだから、勝手に歌うんだから、勝手に聞くのも自由だろうな。そう、ご自由に。邪魔にならないように離れてますから。見てごらん、よく似ているだろう、誰かさんと。ほらごらん、吠えてばかりいる素直な君を。とってもいい。今日はもうおしまい。なんか柿崎さんに見られてると調子が出なくて。今日はもう帰ります。あ、ごめん、俺久々に真剣だからさ、つい力が入っちゃってじっとしてられなくて。ちょっとでいいですから時間もらえませんか。お願い。なんで俺まで巻き込むんだよ。関係ねえだろ俺は。ごめん。でもさ、一人じゃいろいろ判断がつかなくてさ。すいませんね、昼夜さんがいないと話ができないとおっしゃるので。姫様かお前、一人なんだじゃ。あ、どうぞお好きなものを選んでください。はい、いただきます。すいません、あれからいろいろと考えてね、保育園も続けながらやる方法というのを考えたんだ。そんなことできるんですか。ああ、顔を出さないんだ。名前も偽名で、事務所とかにも入らないで覆面歌手になる。まあ著作権協会にはきちんと本名で登録しないと印税がもらえなくなるからダメだけど。でもいいじゃん、それだったら誰も傷つかない。もし売れなかったとしても、お前だって分かんなかったらまたすぐ元の生活に戻れんじゃん。やろうよ、音楽シーンを変えよう。柿崎さんほどの人にこんなに惚れ込まれて羨ましいよ。俺なんか、なんだゼブラのオーディションに落とされたか。こういうものな、お前の実力じゃないぞ、神様のおぼし飯ってやつだ。神様のおぼし飯。今のお前には環境の変化が必要なんだよ。お前なんかグジグジしたもんにがんじがらめになってるだろ。でももしかしたら柿崎さんとかで CD を出すことによって人生に変化が起きるかもしれない。変化？うん、変わるんだよ。いや、変える。別にな、音楽シーンを変える必要なんてねえんだよ。でも CD を出すことによってお前自身が変われるきっかけをつかむかもしれない。逆に悪い結果が出たとしても、何かを、何もしないで何かを待つよりマシかもな。何もしないで何かを待つよりマシ。
やってみます。え、今何て言ったの？やります。本当？本当かい？やったー、千代君ありがとう。よし、じゃあすぐに契約を、そしてすぐにレコーディングだ。早い方がいいね。よし、まずはズーで世の中をノックアウトだ。最高のミュージシャンとスタッフを集めてみせるから。めったにさ、羨ましいと思ったり嫉妬とかしたことなかったんだけどな。さすがに今度ばかりはちょっとな。そう？ああ、俺さ、もう27だよ。今までずっとプロ目指してオーディションやってきただろ。それがお前みたいにプロ目指してないやつが簡単にプロになっちゃうんだもんな。ごめん。謝んなよ、惨めになるだろ。さっき言いそびれたんだけどさ、あの二人で一緒にやるっていうのはどうかな。何それ？なんかデュエットみたいな感じでさ。ふざけんなよ、バカにすんな。俺にだってなプライドぐらいあるよ。なあ、俺はそこまで哀れなのか？ごめん、そんなつもりで言ったんじゃないよ。おめえにはな、下積みがねえから分かんねえんだよ。引き受けた以上最後まで全力を尽くしてちゃんとした CD を作んねえと。俺は金輪際お前と口利かねえからな。うん、分かってる。どうもおめえの周辺は水の流れが悪い気がする。人前で歌う前にそういうところのゴミを取り除いて流れを良くしといた方がいいんじゃねえのかな。俺説教とか大嫌いだからこれ以上は言わないけど、歌って心を映す鏡みたいなもんだから。とにかくどこかに脱出したかった。出口が欲しかった。出口の見えない今を変えるために CD を作る。いいのかな元次郎、 CD なんか作ってしまって。キョン、帰りなさい。少し疲れた顔してるけど大丈夫かい？はい、大丈夫です。それならいいんだが、ちょっと心配だな。ありがとうございます、本当に大丈夫。いつでも、いつでもいいから。さあキョン、先生にさよなら言って。じゃあ先生、さようなら。さようなら。
リリカ、復讐とはそういうものだよ。仕返しをしたつもりでもそれ以上に自分が傷ついてしまう。苦しいのは結局自分のせい。函館は晴夏、夏真っ盛りです。昨日は昼休みの時間を利用して君のために函館の街の写真を撮りました。ゆるりゆるりと生きてください。たとえ僕の手紙が届かなくなっても、大きな心でのんびり待っていてください。僕はここから君を見守っていますよ。元次郎、どうしてお返事を出せないんですか？何か手紙を書けない事情でもあるんですか？私を励ますのにもう疲れたの？そういう優しさはいりません。みんな身勝手。もう誰も信じられない。もう誰も信じたくない。お呼びです。あ、はい。何でしょうか？そこ座んなさい。カズ君がずっと欠席している件のことなんだけど、思い当たることがあるんじゃないかと思いましてね。何か隠してるんじゃない？あの、何のお話をされてるのかさっぱり理解できません。園長、私を疑う理由が何かあるんですか？いや、そういうわけではなくて、あれ、いつも言ってるように何かが起こってしまってからでは遅いでしょ。あなたはまだ若いから身の程というものをわきまえていないんじゃないかと思ってね。いくら親がいなくとも身の程くらいわかります。あのね、前に私こっそりあなたとカズちゃんのお父さんが見つめ合うのを見たのよ。その時お父さんはあなたに小声で携帯に電話をくれよと言った。携帯に電話くれよ。そんなことありません。じゃあ私の耳がどうかしてたって言いたいの？知りません、そんなこと。はい、です。はいはい、そうです。どうなさったのかと思って、ちょうど心配していろいろと協議をしていたところだ。あの、カズ君に何かあったんでしょうか？え？はい、ちょうどおりますので代わらせます。カズ君のお母さんがね、あなたに直接お話ししたいことがあるんですって。ほーら来た。はい、変わりました、遠野です。もしもし、静江です。木場静江ですが。話は聞いてらっしゃるとは思いますけど、心当たりは本当にないんですね。覚えがありません。じゃあどうして主人はあなたの名前を寝言で叫んだのよ。大きな声ですがるように何度も叫んでた。まるであなたを手放したくないかのような悲痛な叫びだったのよ。それに夫は私に暴力を振るった。あんなに優しかった人が豹変したんですよ。あなたが夫を誘惑したからだとしか思えなくて。違ってたらごめんなさい。でもね、そうとしか今は想像できなくて。あの、知りません。
私はいつものようにカズちゃんを預かっていただけですから。この子が不備。ボロが出てきたわね。もうすぐ尻尾を掴んであなたをここから追い出してやるから待ってなさい。縁の風紀を乱す者は追放しないと。どういうお話になりましたか。お聞きになっていた通りです。静江さんはあなたが夫を取ったと言ったんでしょ。必ず尻尾を掴んであげるわ。リリカ、復讐とはそういうものだよ。仕返しをしたつもりでもそれ以上に自分が傷ついてしまう。苦しいのは結局自分のせい。それから最後はサウンドプロデューサーの健山本売れっ子です。よろしく。はい、当のリリカです。あ、名前なんだけど、君は覆面歌手なんだからさ、名前を変えないと。ああ、そっか。下の名前は考えたんだけど、朱夏ってのはどうかなって。朱色の朱に夏と書く。あ、はい、何でもいいです。何でもいいか。いいな、そのやる気のなさ。ミオちゃんどうする。破水でもいいですか。破水、レンコンの蓮に井戸の井ですか。破水朱夏どうです。うん、いいじゃん。うん、いいね。よし、じゃあ破水朱夏で行こう。それがね、タイアップのいい話ももうあるんだよ。CM っすか。来ましたね。そうなんだよ。僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きな袋を本当の気持ち隠している。そうカメレオン、朝寝坊の鶏、徹夜明けの赤目のウサギ、誰とでもうまくやれる子守ばかりさ。見てごらん、よく似ているだろう、誰かさんと。ほらごらん、吠えてばかりいる素直な君を。
ど。どうしたジョン、うん、はあ、ジョンお腹空いてんじゃないか。さっきあれだけ食べたのに食いしん坊なんだかな。よく食べるからな、ね、どうしてあなたは笑ってられるんですか。一人捨てられた私がどれだけ悲しい思いをして生きてきたのか、生きているのか、生きようとしているのか、あなたには分からないでしょう。どうしてあなたは幸福なんですか。どうして私は不幸なの。私はいらない子、私は不必要な子ですか。私は捨てられた荷物なの。誰かいる。誰。追伸リリカ。寂しい時は夜空に月を探してください。僕の光があなたの悲しみを癒します。僕はいつもあなたに寄り添っています。だから決してリリカは一人じゃない。満月の夜は精一杯の愛を送ります。元次郎。自分じゃないみたい。あれはおめえじゃねえんだから、あくまでも蓮石香なんだから。一番あんたに組んでるのは私なのよ。何が理解できるのかって言ってるんだよ。人を愛せないなら無理して愛すこともない。
元次郎、会いたい。おしゃべりな急患長、挨拶しても返事はない。気が向いた時に寂しいなんてつぶやいたり。元次郎、私来てしまいました。